この試合を心待ちにしているサポーターたちがスタンドに詰めかけています。この時間はウィジョーレンズ対ベイジングワン、こちらの一戦をお届けいたします。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。常連風はこの試合4-5-1というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、中盤サイドトップそれぞれと役割がはっきりしてますよね、はい、中盤はビルドアップの要、守備では相手の中盤を潰す役割になりますよね。なるほど。次にサイドなんですけども、ウィング的な役割、サイドアタックに徹した攻撃が守備ですよね、はい、そして特徴でもあるトップがポイントになってくるんですよね。はい、そのワントップでの役割で大切なことは何でしょうか。そうですね、この場合ワントップは2列目以降の選手が飛び出してきたときにきっちりポストプレーをこなすことですよね。なるほど、まあ、トップも中盤のトライアングルの一員としてビルドアップに参加することで相手ディフェンスのラインを高くすることができますから、うん、まあ、できたその裏のスペースにどんどん飛び出していく形ですよね。キックオフとなります。ウィジョーレンズ対ベイジングワン、プライドをかけた熱き戦い。ダービー白熱しますからね、はい、一つのプレーでサポーターもね揉めたりとかしますからね。自分で行く、足元狙う、そのままキーパーが抑えました。ベイジングゴアン、現在リーグ失点数が一番多いチームというデータが出ています。抜けてくる、このパス、うわー、シュート、スルーパスからのゴール、ライン際飛び出すタイミング、北澤さん、ギリギリでしたね。そうですね、ディフェンダーとの駆け引きがあるんですよね、今みたいなところは、はい、ギリギリの攻めぎ合いでしたよね。ビーソン、今シーズンの3ゴール目となります。さあ、ベイジングワン、この早い段階で先制しました。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。ウィジョーレンズは5試合連続での得点を挙げています。この勢いですと今日の試合も何か点が入る予感がします。ボールが上がる、気のあるゲーム展開ですよね。またすぐに追いつきましたからね。ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね。そうですね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、はい、それがゴールを生み出しましたよね。今シーズン7ゴール目となります。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。得点した後って一番こう注意力落ちる時なんですけどね、うん、ついてよく決めましたね。
スローインをカットします。アウグスト・フェルナンデスからムカンジョ、ウィジョーレンフーは前のゲームは前半と後半でガラッと戦い方を変えましたよね。抜けた、さあ勝負、抜けてきますね。中央上がっていきます、シュート、もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや、気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。シーズン5ゴール目となります。さあベイジング1、1点をリードしてリスタート、アウグスト・フェルナンデス、今好調と注目を集めるプレイヤーの一人でもあります。次の移籍マーケットに向け何かと話題を集めそうな感じですよね。そうですね、まあ、ビッグクラブの争奪戦になる予感。さあ来た、アウグスト・フェルナンデス、もう一つ前に行きたい、抜けてくる、アウグスト・フェルナンデス、さあどこに出してくる、シュート、ここでファウルがありました。まあ守る側からすれば危ないシチュエーションでしたからね。レフリーの注意が入ります。フリーキックのチャンスです。ここで追いつけると大きいですよね。ドリブルで上がる、自分で行く、まだボールをキープ、これをカットします、無感情。さあカウンターを仕掛けます。ホーム側としては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いや、それもあると思いますけどもね、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、相手シューブロックの間隔が広がってスペースができやすくなりますからね。ああ、なるほど、そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね、抜けてくる、足元のクロス、打つ、シーマーゴ、平沢、チャンスを演出できるか、ファウルありません。裏へ届くか、裏へ抜けた、抜けた、勝負のシーン、シュート、いやナイスセーブ。いや、これぞ守護神ですよね。素晴らしい反応ですね。ここで見せてくれました。このファーストハーフ最初のコーナーキックはビージング1、おー、ショートですね。スペースへ出す、通してあげた、飛び出しでしたけどもね。
ほんのちょっと出るのが早かったですよね。前半14分になろうというところ、キーパー前へ蹴り出します。ビーソン、この辺は人に対して厳しく言ってますよね。長いボールを取ります。カウンターを仕掛けます。いいプレッシャー、抜けてくる、シュートに行くか、シュート、大きな追加点。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。ビーソン、今日2点目のゴールです。ベイジングワン、2点差にリードを広げてリスタートです。いや、こう立て続けですと勢い感じますよね。チームがこういい状況になってきますよね。自分で行く、低い弾道、あっと倒された、 PK です。ここで PK、 足いっちゃいましたね。ベイジングワン、ペナルティーキックを与えています。抗議の姿を見せますが、これはファール、判定は揺るぎません。ちょっとファールになりましたけど、この辺で押さえておかないと危険ですよ。さあ、これは外せません。非常に落ち着いていました。でも本当 PK とはいえね、勝負強い選手ですよ。手堅く決めてきましたからね。今日2点目です。これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。アウグスト・フェルナンデス、右サイド上がっていく、ドルーズボール、ファールだ、ないですね。抜けてくる、さあ来た、低いクロス、これは合いません。上げてくる、スズ、再び同点。アーティスティックなクロスが頭に届いた。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。
見事な同点劇を見せています。立て続けですからね、持ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。スルーパス、さあ茂田抜けてくる、シュート、ウィジョーレンフ、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、いい位置でフリーでしたからね、ここは決めておきたかったところでしたよね。これは繋がりません。ウィンスレット、これ仕掛けるか、裏を狙っていきます。これはオフサイドを取られます。まあ今はオフサイドでしたけどもね、飛び込むタイミングは悪くなかったですよね。以上連風、最終ラインまでボールを下げる、自分で行く、ドリブルですね、シュートチャンス、体を張ったプレーないですね、吹かないですね。あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。裏のスペースへ、さあカウンターのチャンスになります。抜けてくる、フリーだ、平沢、このボールはカットされます。動きましたよ、ここはドリブルで上がる、この位置で受ける、縦へのボール、ヌマン、スルーパスを出す、おっと自分で行く、シュート、勝ち越し、茂田、北澤さん、これ直前のドリブル素晴らしいものがありましたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、続いて確実に決めてきましたよね。茂田、今シーズン初ゴール、ベイジングワン、ここでリードを奪いました。スローインをカット、これは読んでいました。再びスローインです。アウグスト・フェルナンデス、ここでルーズボール、さあボールを追う、平沢、さあつながるか、抜けてくる、ここはつながりません。ですからボールがこぼれる、ウィジョーレンフ、ここでカードをもらいます。これはカード、
まあ見ていてここ短時間で流れが来てますよね。このままリードまで持っていきたいですよ。今のはキーパー届かないコースに鮮やかに決めていきました。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは当然ハットトリックということになります。同点に持ち込みました。よく取り返しましたね。このままいけば変わりますね。平沢、チャレンジはしません。後ろに流す。スローインをカットします。とこれは繋がりません。キングワン、ここでファウルを取られます。と2枚目のカードが出てしまいました。これは退場ということになってしまいます。審判に抗議しますが、これは認められません。ビージングワン、ここで10人になってしまいました。ボールの奪い合い、ノーファールでしょう。イエローカードです。プレーが荒くなってきました。さあフリーキックのチャンス、十分な直接、それともコンビネーションプレーなのか。直接これは直接打ってきたところ、ファインセーブです。キーパーナイスセーブでしたね、はい、こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいでしょうね。裏へのスルーパス、抜けてくる、に向かっていく、来た、シュート、勝ち越し。ヌマ、相手のマークをうまく外し確実に打ち込んできました。北澤さん、このゴールどうご覧になりますか。いや、打つ前のパス交換でしょうね。完全に相手のディフェンダーは対応遅れてましたね。そこを逃さずフリーで打てる判断力や動き出し、全てが絡み合った見事なゴールでしたよね。さあベイジングワン、待望の1点をもぎ取っています。ベイジングワンとしてはこの数的不利な状態での得点、非常に大きいですよね。ただここから決して楽ではありませんよ。空いたところは必ず狙われてきますから、もう走るしかないですね。アウグスト・フェルナンデスから無感情、さあ右へ預けて、もうこれいいですよ。裏へ届くか、ダナバスからヌマン、ビーソン、自分で行く、シュート、これはディフェンスが焦った形になりました。しかし惜しいシーンです。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。
スからヌマン、スペースで出す。これはレフリーフラッグの判定です。微妙なところですけどもね、攻めの形としては良かったんじゃないでしょうかね。キーパーから前線へ、無感情からのパス、ボールに触ります。さあ左へ預けて、さあここでカウンター、あーこれファー、うーん取らないですか。レフリースルーパスを出す。無感情、右サイドへ振って抜けてくる。さあ右へ預けて、抜けてくる、クロス低い、茂田、ここはすぐ奪い返します。ウィジョーレンフー、このファール、カードをもらうかもしれません。当たりましたね。揺るぎません。これで9人対11人となります。およそ30メートルというところです。ここで追いつければ試合の流れ、セルセイド、ファインセーブです。直接でしたが止めます。いい反応を見せましたよね、キーパー。そうですね、キックも悪くなかったと思いますけども、ええ、ここはキーパーの方が1枚上手でしたね。これは、いや、なかなかですよね。やられたらやり返すですよね。シュートに持っていくための今のファーストタッチ、素晴らしかったですね。そうですね、シュートからゴールまでしっかりイメージした状態でトラップできていたことが、このゴールにつながったと思いますね。見事な同点劇を見せています。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。来た、スルーパス、決まった、勝ち越し。一本抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。いや、出しても素晴らしかったですけども、入ってくるタイミングも絶妙でしたよね。スピード落とせば相手に守られてしまいますから、非常にいいボールが入ってきましたよね。ビーソン、今日3点目。さあベイジングワン、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。縦へ仕掛けるか、自分で持っていく、いけるか、微妙なところ、どっちだ、やってしまいましたね。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。抗議の姿を見せていますが判定は変わりません。ここで同点にして流れを取り戻したい。きっちり決めなければいけませんね。
ここは確実に決めてきました。思い切って正面に蹴りましたよね。なかなか勇気いるんですけどね。これで今日4本目です。同点に持ち込みました。得点直後の相手って集中力切れますからね。まさにそこをついたゴールですよね。サイドを縦に走らせます。さあ一気にカウンター。体を張ったプレー。取らないですね。ヌマ長いボール縦へ。ちょっとルーズ。これはファール。イエローカードが出ました。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですかね。中切り込む形。フリーだ。さあシュートに行けるか。コース入った。シュート。サルセード。いやーファインセーブでしたね。いやキーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。難しいボールによく触りました。このパスを防ぎます。サイド、うまいですね。おっとこぼれてる。これは合いません。コーナーキックです。ショートですね。ボールがつながる。どうだ。チャンスだ。倒れはペナルティーエリア内。いやーやってしまいましたね。ヘイジングはペナルティーキックを与えてしまいました。これはカード。いやーかなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。サルゼーここをしのぐができるか。
冷静に押し込みました。読み勝ちですね。しっかりキーパーの逆をついてきましたからね。監督の采配、見事的中という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いやこの采配は大当たりでしたよね、はい、監督の期待にしっかり応えてきましたよね。勝利に向けて1本抜け出しました。いや止まらないですよね、この勢い。何かのきっかけで一つ乗ってしまうと、こうもプラスに働くチームなんですよね。裏のスペースへ触れた。と近藤どうだ。さあスピードを上げたいところ。抜けてくる。あっと倒された。PK です。ここで PK。 足ベイジングをペナルティーキック耐えています。追加点のチャンスを迎えています。狙っていきます。抜いた。1対1対1。一人上がっていく。これはキーパーよくしのぎました。いや決定的なシーンだったんですけどもね。からボールが離れちゃいましたね。カウンターを仕掛けていきます。来た、かわす。さあ勝負。来た、シュート。サルセード、ここでファールがありました。完全に抜かれそうでしたからね。チームにとっては止めて正解だったのかもしれませんよ。この距離十分に狙える位置です。ここで引き離せるか。直接ルーズボールになる。ビーソン自分で行く。起きましたよ。切り込んでいく。シュート。いや同点。すぐまた決めて追いつく。この短時間の流れは非常にいいですよね。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いやパスを受けるタイミングが絶妙でしたよね。しっかり出してたイメージが共有できていないとこういうもらい方はできないですからね。相手ディフェンダーも一歩対応を遅れてましたね。こういうコンマ何秒の判断の差で成り立っているのがフットボールですからね。そう考えると見事なゴールですよね。今日2点目のゴールです。レイジファーストハーフ終了の笛です。両チーム動きのある前半でした。点の取り合いの様相を呈しています。いや北澤さん、お互いに点を取り合うという前半から息のつかせない展開となりましたね。いや素晴らしい前半でしたね。お互いに特徴を出し合った前半だと思いますね。でも本当緊迫した試合内容になりましたよね。グイジョーレンフー対ベイジングワン、同点で折り返します。
後半キックオフ。ほぼ互角の展開。これは旗が上がっています。チャンス来た。シュート。セーブ。いやファインセーブです。いやよく止めましたね。ファインプレーですよね。このピンチよく防ぎました。ベイジングゴアン2本目のコーナーキック。ショート。さあ繋がるか。チャンス抜けた。これ仕掛けるか。抜けてくる。おっと1対1対1。シュート。いやー勝ち越し。後半いきなり決めます。最後キーパーとの見事決めましたね。いや決め前のシーンこそプレッシャーは重くのしかかってきますからね。特にこういった1対1のシーンでは瞬時にキーパーの動きを見てコースを決める冷静さが必要ですからね。まあそういったものを背負いつつも確実に決めてくるあたりが素晴らしいですよね。今日2点目です。アドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ベイジングはここでファールをもらいます。さあ右サイドから上がっていく。ボールの奪い合い激しいものがあります。一人で行くスルーパスを出す。おーっと抜けてきましたね。自分で持っていく。シュート来た。追いついた。いやこれまたすぐ追いつきましたよね。今日はなかなか動きのある展開になってますよね。ここは相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。このゴール北澤さんはどうご覧になりますか。出してのイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の正解で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応したらオフサイドになりますし、この駆け引き越し最高に難しいですから、見事なゴールですよね。これで今日4本目です。ビーソン。さあベイジングは再び追いついています。失点後の気持ちの入れ替えが素晴らしく早かったですね、はい、ここからリズム良くなりそうですよね。これはファールを取られましたか。これはイエローを食らってしまいます。ベイジングゴアンは
僅差で先日行われた試合敗れてしまいました。おいい形じゃないですか。自分で行く。さあ打ちに行くか。まだある。コーナーキック。